サイバーマンデーで何買えばよかったんだろう。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。いや、もうサイバーマンデー終わりましたね。土曜か金曜ぐらいからやってたんだっけ？ほんで、昨日の月曜日に終わったわけではございますけども、結論から言うと、あんまりサイバーっぽくないやつばっかり買ってしまったような気がいたします。なんか価格とか見てみると、なんかAmazon でさ、もっと前の時期、いつか忘れちゃったけどさ、夏ぐらいだったっけな？ Amazon のなんかプライムデーかなんかわかんないけど、そういったセールあったじゃないですか。その時とかすごいね、目玉商品がね、いっぱいあったと思うんだけども、今回のやつ、まあ事例で言うと、Adobe のクリエイティブクラウド 20% オフだったんだけど、今回は。だけど、前の時はね、40% とか、かなり頑張ったような価格帯で出してたような気すんだよな。ほんで皆さんもね、プライムで、結構見られてる方、いっぱいいらっしゃったと思いますけども、あ、安い、欲しい、みたいな、どうなんだろうな。どっちかっていうと、買うタイミングをくれてありがとうみたいなやつが非常に多かったような気がいたします。ほんで今回のね、もう一番、もう買ってよかったやつ、ちょっとご紹介するよ。ちょっと待ってて。あったあった。多分届いてた。これだと思うんだ。よいしょ。いや、これはね、もっと買っとけばよかった。後ろの方で気がついたからさあ。やっぱそうだ。いや、何なのかというとこれですよ。じゃじゃーん、マイクロ SD カードの 128GB でございます。これがね、なんと価格普段がね、7980円、まあ8000円ぐらいしてるんですよ普段。それが5873円。1個だけ買えた。もっと欲しかった。これなんか買い物カゴに入れるが、もうなんか注文ありすぎていけなかったかしんないけど、それでできなくて、今すぐ買うだったらなんとか1個だけいけたんですよ。そっちの数の余りだけあるとかなんかシステムわかんないんだけど、1個だけで入った。2000円ぐらい安く。ほんでね、ちょっと言っとくとさ、これ実は私もうメイン、もうマイクロ SD カードしか使ってないですよ。マイクロ SD カードしか。ちょっとね、カズ部屋の方入るとさ、これだな。この中見ていただくと分かるようにね、基本もう全部こういう形で、これ使えるんですよね。このアダプターさえあれば。ほんで速度も結構出るんですよ、これ。こういうので大体揃えてて、もうね、この通常サイズの SD カードはあんまり使わなくなった。で、なんでこのマイクロ SD カードを使ってるのかというと、ドリキンさんがそうで、これですね。これレクサ。よくこの SD カードの高級なやつであるよね。これ3枚入るようになってて、何枚も使うことあるからさ、そういう時に同時読み込みができてすごく便利。だからこれとの組み合わせをするために、このマイクロ SD カードを使ってるといった感じですね。なんかね、SD カードの同時読み込みのやつはもっとでかくなったりとか、すごい邪魔になったりするからね。もうこれでいいわと。速度も出るし。で、これ最大がね、読み出しが100メガ。ほんで書き込みが90メガ。結構安定してて、今まで特に失敗とかないんですよ。安いやつだと、全然128円もっと安いやつあるんだけども、やっぱ信頼性とかその書き込み速度とかでやるとね、ちょっとだけ高くなったりします。いやー、大したことないわーと思ってたけど、大したことあった。これだけほんと私の今回の、もう、失敗でございました。もっと買っとけばよかった。じゃあね、他にもじゃんじゃん行きましょう。最後の最後にちょっとサイバーっぽいもの出していこうかな。まずはじゃじゃん、赤パックンこれはね、ノブセレクションでございます。なんかね、面白そうもんあったら買ってよって言っといて。これ買い物カゴに入ってたんでポチって言いました。お風呂に浮かべておけば、皮脂をこうギュッと集めてて、200日使えるんだって。すごいね、油とかをギュッと集めてくれるみたい、これが。ほんでまだノブセレクションあるよ。じゃじゃん、ハンドフリー Bluetooth ビームにこれこれ Bluetooth でつながって、これスピーカーついてるんですよね。だからこうやってやりながら Bluetooth でつなげれる。あ、帽子としてもかっこいいな。あ、ニット帽俺いけるかもしれないな。 Bluetooth いけるんだけども、これ昨日使ってたんですよ。結構音漏れします音漏れするんだよね、これ結構。まあでもファッション的にいいかもしんないな。ほんでうちの弟セレクションもあって、じゃじゃん、これですね。まあこれ何なのかというと、分かる方は分かるでしょ。これ、あ、結構しっかりしてる箱が。これ要はね、スマホのレンズキットでございます。あ、すごいな。こんな感じになって、いっぱいレンズが入ってる。まず普通の自撮りいくよ、これで。ほんでこのレンズをつけると、ちょっとだいぶ蹴られてるけどいくよ。はい、こんな感じでございますね。要は広角レンズとか多分マクロレンズとかも入ってんじゃねえのかな、ここら辺になると。まあどうだ、今最近ツイキャスってどうなんだろうな。まあスマホでやる方非常に多いと思うんですけども、画角が狭いって思った時にね、狭くしか映んないから、こういったものを使うことで画面をさらに広く映せるようになります。だから出張中とかね、確かにこれレンズ1個ぐらい入れとくといいかもしんないな。ほんで以上が私以外のセレクションでございました。そんで、お待ちかね、カズさんセレクション行きましょう。カズさんセレクションこれだ。うん、これもあったけど、じゃじゃん、雑穀米。いやー、ほんと欲しいの見当たらなくてさ、でもこれ、健康に良さそうじゃんと思ってこれ買いました。ほんで、これみんな買ったんじゃないの？うちも大好きでさ、じゃじゃんと。これフルグラ。フルグラのでっかいのが6つ入ってる。これなんかね、なんと価格4000円。ほんで通常価格、今ちょっと調べてみようか。今の価格が3780円足す750円だから4500円が通常。500円しか安くなってない。まあまあそんなもんでございますね。うん、いや違う、今4032円で売ってる、Amazonで。今も同じ価格でございました、今チェックしたら。まあそんなもんでございますね。僕が言うと、弟家族ね、が個人的に買ったもんが、スワオキのランタン。まあ、これ確かにいいかもしれないな。これソーラー発電のランタン。あ、いいかもこれ。弟家族が個人的に買ったやつの方がいいかも。あ、これいいっすね。スワオキのランタン。結構コンパクトでいい、これ。そんで、謎のモバイルバッテリーなんかも買ってたけど、なんかほんといろんな商品あったよね。なんかどこのメーカーかよくわかんないやつとか。これも聞いたことないんだけどな。強化。なんだろうな、これ。あ、ほんでラスト。ラスト行きましょう。ラストまでございますね。これ、のぶくんセレクションだ。のぶくんがちょっと家電っぽいもん買った。せーの。じゃじゃーん。はい、PC ケースでございます。これ、思ったよりコンパクトでしょ、いつもの。いつものやつもっともっとでかいんですよ、うち買うやつ。これミドルケースかな、ミドルタイプの。こっちの方購入いたしておりました。ほんで、私今現在、スリッパか、通称スリッパ。950X を使ってるんですけども、ゲームっていうことでやると、インテルのもうちょっとコア少ないやつね。4コアとかで、ヘルツが高いやつの方が相性がいいとかっていうのがあるから、多分ノブくん自作 PC 用にゲーミングの作りたいんだろうな、これ。またそっちシリーズもね、なんかやっていくかもしれませんので、皆さんご期待ください。圧倒的にそっちの方で作る人の方が多いけどね。でもタコアはぶっちゃけ編集とかそっち用だもんな。まあ本日はね、こんな感じでございました。皆さんもね、サイバーマンデーいろいろ買ったとは思うんですけども、なんかね、すごい良かったやつあったらね、ぜひコメント欄とかで教えてください。それ見て悔しがろうかと思います。以上、サイバーマンデーで買ったものでございました。やべえ、すげえのもらっちゃった。やべえよ、やべえよ。どうも、カズの気まぐれコーナーへようこそ。いや、これすごくない？この前うちの娘がさ、めっちゃ遊んでたんだよ、これ。とは言ってもね、大人がね、こう入れて遊んであげてたんだけど、入れるとね、ほらすげえ、よいしょよいしょ、うわーすげえ、うわー、今のこともいいな。いやー、実はこれですね、お友達のマグニーいただきました。ありがとうございます。マグニーとは、基本で、YouTube ってので、かなり仲良しってのもあるんだけど、 YouTube やる前からね、仲良しってのもあってさ、マグニーが YouTube 始める前からこれもらっちゃった。なんかパズルのやつかな。ほんでね、どの YouTuber と仲いいかってのはね、もう皆さんも本当わかんないと思うんですよ、これ。基本的にもうみんな仲良しでございます。どっちかっていうとね、あの人と実は仲いいのみたいなの、みんな知るときってさ、動画の中でしか知ることできないじゃないですか。でもコラボしたことないけど、LINE 交換とかしててさ、普通に連絡取り合ってるとか、ご飯行ったりとかね、そういったって結構ね、あるあるなんでございます。いや、ほんでYouTube で特にね、いいなって思うのが、別に会ったりとかしてないんですけども、動画見るでしょ。最近あいつ何やってんのかっていうのがよくわかるし、あとこれもあるあるなんだけど、動画ずっと見てるとね、なんかもうあったけになってるんですよね。だからその YouTuber と会った時に初対面かどうかっていうのは本当に分からなかったりする。いや、ゲーム界隈とかだと特に PUBG だね、実際会ったことない人とさ喋りながらバトルしたりとかするから、最初会った時の違和感が本当ないの。初めましてってのがなくって、あ、これ実写初めてあったのかなみたいな感覚。いや、これほんとね YouTuber あるあるでございます。もちろんね、視聴者さんから来ても多分それってあると思うんですよ。いつも動画見ててさなんかのイベントで、例えばカズさんに会ったりとかってあると思うんですけど、その時に初めて会った気がしない。これは多分ね YouTuber のあるあるだと思います。いや、一気にね距離を詰めれるって素敵でございますね。まあ本日はそんな感じでねカズの気まぐれコーナーでございました。万円プレゼントありがとうございます。